ご視聴ありがとうございます。今回は岡山県美作市の湯の郷温泉にやってきました。今いるここが湯の郷温泉の源泉地だそうです。岩からお湯が出てますよ。おっと、適温ですよ。そして今回入浴するのは湯の郷佐木温泉館さん。和風な要素を取り入れた立派な建物ですね。館内は木材を多く使っていますが、近代的なデザインですね。それでは内湯編スタート。脱衣室も木材をふんだんに使用しています。温泉に入るときはかんざしを刺すとテンション上がるぽちゃんです。本日は朝顔のかんざし。注意書きがありますね。気をつけて入浴いたします。では浴室に行ってみましょう。立派なヒノキの湯船です。お湯の出方が半端ないですね。加水なしの源泉 100%。 湯の郷温泉の元湯は毎分350リットルのお湯が沸いているそうです。遠慮なく豪快にかけ湯させていただきますよ。美作市はヒノキの生産日本一と言われているんですね。館内や浴室に多くの木材を使用していたのは林業が盛んな地域だったからなんですね。天然ヒノキの浴槽は香りがいいです。手触りも柔らかい感じだよ。足を伸ばせる広い浴槽、一緒に3人くらい入れますよ。お湯の勢いがいいので肩に打たせ湯をしてみました。あったまってきたよ。それでは露天風呂の方に行ってみっかな。打たせ湯で肩が軽くなった感じがするよ。内湯と外湯が同時に楽しめる白梅の湯。露天風呂編も見てくださいね。